ザ・ショータイム。ねえ、さてどうしたものか。ウィザード、とっとと片付ける。フィナーレだ。いいね。とっとと片付ける。フリーズ。この調子よ。どんどん行こうか。魔法使いの疲れる。どんどん行こうか。どんどん行こうか。てめえごときの魔力で俺にかなうわけねえだろ。期待外れだったな。グールをばらまいてゲートを探しに行くとするか。ウィザード、まずいわ。ちょっと、フィー、さあこっから盛り返すか。お願い、守って。ビッグフリーズ。いや、まとめていくぜ。さあてと、次はどんな風に行こうかな。邪魔すんなっての。次はこれだ。フリーズ。こいつはどうだ。どこ行きやがった。ゲートの親どもめ。おい、そっちのお前ら、お前らはこの辺を探せ。ったく、どんくせえ奴らだ。まずいわ。破壊目標を速やかに壊して。目標を速やかに壊して。まとめていくぜ。リナーだ。
く。さあまとめていくぜ。まとめていくぜ。邪魔すんなってよ。まとめていくぜ。目標を速やかに壊して。まとめていくぜ。まとめていくぜ。まとめていくぜ。ピナーだ。俺がいる限り、こいつはどうなっているか。敵を倒して。フィナーレだ。てめえごときに。マドロックス。この調子よ。うら、そのキラキラ目障りな頭、俺の手でじきじきに砕いてやる。ドラゴン、俺に力を貸せ。ドラゴンボール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 。何をしても同じだ。うりゃフィナーレだ。超いいね。スペシャル最高。フィー何の疑問も抱かぬまま、互いを倒すべき敵と信じ、凄まじい戦いを繰り広げる仮面ライダーたち。果てなき闘争の中、ウィザードは自らを呼ぶ声に気づく。かすかなその呼び声に希望を見出したウィザードは、自分の中の敵を打ち砕き、見事に記憶を取り戻すのだった。ウィザードを呼び覚ました声の主、
カナリアはここが人々の記憶を奪って支配下に置く鳥かごという仮想世界であることを告げる。他の仮面ライダーたちも皆記憶を奪われ、その精神を疲弊させるための戦いを強いられ続けているのだという。彼らの記憶を取り戻すには一人一人の心へ潜り、その奥底に眠る疑似記憶を埋め込まれた彼ら自身に打ち勝たねばならないのだ。ウィザードは全ての仮面ライダーの希望となるべく彼らの心の中へと身を投じるのだった。